聖杯とはあらゆる願いを叶える願望機だ。過去の英雄をサーヴァントとして召喚し、最後の一騎になるまで争う。そしてその勝者は全ての願望を叶える権利が与えられる。あらゆる時代、あらゆる国の英雄が現代によみがえり、歯を競い合う殺し合い、それが聖杯戦争だ。第五次聖杯戦争、それは信念を貫く物語。エクスカリバー。とあなたが私のマスターか。この程度でくたばれるんなら俺は英雄になんぞなっていねえ。目障りだから死んでしまいなさい。あなたは優しく殺してあげます。さらばだ、理想を抱いて敵視しろ。敵を知るにはこの刀だけで十分だ。お前の心臓、私がもらう。人間とは犠牲がなくては生を謳歌できぬ獣の名だ。誰かに負けるのはいい、でも自分にだけは負けられない。第四次聖杯戦争、それは正義とは何かを問う物語。王とは誰よりも鮮烈に生き、諸人を見せる姿を指す言葉。その父兄は万死に値する。その夢を我が血で汚すがいい。恐怖というものには鮮度があります。我が剣の重さは誇りの重さだ。人類の救済、あらゆる戦乱と流血の根絶。僕はね、正義の味方になりたいんだ。月の聖杯戦争、それは自分自身を探す物語。天才とは何か、自分と他人の違いを明確に知るものだ。私は今度こそ自分の意志で世界を敵に回します。嵐の王、亡霊の群れ、ワイルドハントの始まりだ。話し合いより殺し合いが先でしょう。その身を三度燃やし尽くしてもなお飽き足らぬ出現と知れ。あなたは、あなたに信じてくれる人を大切にしなさい。俺は先に進む。死んでいくのはお前一人だ。聖杯大戦、それは救済への祈りの物語。お前は何を願う。生きろ。君にはその資格がある。首をはねられや悲鳴も上げられなくなるってもんだ。面白いからに決まってるじゃないですか。笑いながら敵を殺すがいい。全ての圧政者にことごとく死を与えよ。聖人の絶望は見たことがない。互いに互いの存在を認められぬ。それゆえ私はあなたを殺す。それゆえ私はあなたの夢を壊す。どうか俺に誰かを助けるための力を。これは俺が選んだ道だ。聖杯探索、それは未来を取り戻す物語。聞け、この領域に集うし一騎当選、万夫不当の英霊たちよ。本来相いれぬ敵同士、本来交わらぬ時代のものであっても、今は互いに背中を預ける。人類焼却を防ぐためではなく、我らが契約者の道を開くため。我が神明はジャンヌ・ダルク。主の皆のもとに飛行らの盾となろう。時を超え広がる無数のテキスト、それは人類史最大の英雄譚。フェイト